アレクサンドリア写本は、旧約聖書のギリシア語訳の70人約聖書の、多くの末期と、新約聖書を含む5世紀のギリシア語聖書写本である。洋筆紙にアンシャル体で書かれている。表記記号は、A、02。アレクサンドリア写本の名称は、聖教会のコンスタンディヌーポリ、総主教キリロスルカリスから来る。市内写本、バチカン写本と共に、 初期のまた多くの関数を含む聖書の写本の一つである。市内写本以前は英国で最も優れた写本だった。当初820用あったと思われるもののうち773用が大英図書館のジョンリー・ブラッド・ギャラリーに展示されている。マタイによる福音書の大部分及び創世記、詩偏、ヨハネによる福音書。 コリントの信徒への手紙にの一部は欠落している。キリロスルカリスは、エジプトのアレクサンドリアの総主教だった時に膨大な書物を所蔵していたが、コンスタンディヌ・ボリー総主教になった時に、アレクサンドリア写本を持っていった。しかし、イスラム教徒の手に渡ることを恐れ、1624年、彼はこの写本を英国王、ジェームズ一世に検定するためトルコの英国大使に、 渡した。王は、写本が手渡される前に死去したため、3年後に、後継者、チャールズ一世の手に届いた。公表された当時、テモテへの手紙13章16節の読み方は、議論を読んだ。金帝約聖書によれば、神は、肉より現れた参りとなるが、神と訳された、シータシーは、もともと、王くる、その方。 それと読まれていたと考えられている。今では他の古い写本からこの部分を神と訳出することを支持するものはないとの見解で、ほぼ一致し、ほとんどの翻訳では省かれている。ありがとうございます。